トランタ、ハッシュ、この2頭今ホールの体勢、ストップモーションの映像が場内のタッピー場にも流れます。内の2、1番レッドランがわずかにその鼻が出ているように見えます。外らちいっぱいの8番ハッシュ、わずかに遅れた2番手、今5着まで到達順はすんなりと上がりました。新潟第10レース、中からイクラと、外からは7番のグレナディアーズ、イクラとの先行、グレナディアーズ懸命に追っている。さあ並んできた3番手争いから、間から16番のタブロミラックス3番手に上がって先頭を追っている。7番のグレナディアーズが降り、内目はその6番イクラとの8の内から3番のトリエンユークアイ、まずは出を伺います。2番手以降まだ広がっていますが、7番東証グリーン、11番栗のヒマラヤ王、そして外から14番ハミのタイプーン、これらが前へ迫っています。先端4頭です。この後に持ち出して日の出を接近してきました。アイロンであってオスライシンで直線、その外上がってきたアンタイウサギが3位置です。前の後方ですが、2番の日の出がわずかに先頭に変わって200を切りました。このうちに持ち込んでオスライシン接近、さらにその後ろ外目から8番のアンタイウも迫ってくる。先頭2番の日の出のリードを1馬身半、10番オスライシン、2番手3番手アンタイウ、2番の日の出の先頭ゴール、2着は10番オスライシン。桜エンパイア先頭、2番手9番スリーヤロー、3番手は1番ドッグキャンディー、3番手流るか、桜エンパイア通り、桜エンパイア、そして2着9番スリーヤロー。宝ジャンプ差し切って先頭ゴール、2着は18番のケルベロス。